沖縄には名前を聞いただけではどういう料理かわからない料理がたくさん存在します。オーヌプニヌスルー、皆さんはこの言葉を聞いただけでどんな料理か想像ができますか？そう、おそらくできないはず。沖縄の料理の名前は癖が強いんです。ということで、県外出身のうちの嫁ちゃんまりに今日はオーヌプニヌスルーを言葉の響きだけで作ってもらおうと思います。はいさーい。ということでちゃんまり、はい、今日はですね、うん、視聴者さんからいただいたリクエストの企画をやってみたいと思います。おー、いいですね。はい、沖縄料理をやってほしいっていうのがあったんですよね。あー、なるほどね。料理企画やってほしいって、はいはい、でただ沖縄料理作っても面白くないから、うん、今日は沖縄料理の名前だけを聞いて、うん、どういう食材でどういう料理を作るのかっていうちゃんまりモニタリングをやりたいと思います。あー、なるほど。料理だって名前の癖強いよ。そう、今日の料理もめちゃくちゃ癖強いよ。なんだ？題してオーヌプニヌスルーです。なんてオーヌプニヌスルーという料理を今日はちゃんまりに作ってもらいたいと思います。ということでね、皆さんもオーヌプニヌスルー、これだけ聞いてね、一体全体どんな料理なのか想像しながら、続きを見ていただければと思います。難しすぎるでしょこれということでね、じゃあ名前から、食材を連想させながら、はい、今からイオンに行って買い出しでもしていきましょうか。行きましょうか。はい、よし、買ってまいりました。買ってまいりました。オーヌプニヌスルーの素を。はい、1個目こちらですね。豚のレバーでございます。ねえ、何やってんのよ、人が一生懸命やってる時に。すいません。はい、レバーです。レバー、はい、ほうほう。やっぱ沖縄といえば豚肉料理が多いんですよね、うんうんうん、でも豚の部位って結構私も沖縄読みを知ってるから、あ、今まで、ね、そう、今まで一回も使ったことない、煮たことがない部位、はいはい、ってなったらレバーになりました。肩肉、グヤヌジ、おお、スペアリブ、早期、おお、すごい、はい、本当だ。大体わかるんだよ。ほうほうほう。聞いたことないのはレバー、うん、おー、だからもしかしたらこれがプニ、プニ、これがこいつがプニ。なるほど。続いてはネギ、ネギ、はい、ネギシークワーサー。お、シークワーサー。シークワーサーです。ただこのネギとシークワーサーは、うん、まあ味付けというかタレに使いますので、もう今回は結構シンプルです。へえ、なるほど。レバーで、なるほど、タレ、なるほど。腹立つな。なるほど、じゃあ作っていってもらいましょうかね、早速やりましょう。はい、じゃあレッツオーヌプニヌスルー。今日これね、もも肉とレバーと入ってるけど、うん、もも肉は使わないんでレバーだけね。あ、もう本当シンプルにレバーだけ。レバーです。おお。ただ問題は私レバー食べれないんだよね。え、そういえばそうじゃん。レバー食べれないけどオーヌプニのためにレバー買ったわ。うん、はい、ちょっと、さあプニがボールの中に入りました。ということで、うん、レバーの臭みを牛乳につけて取ります。え、え、それが王の部分かもしかして。違います、普通にね。 あ、そういうことね。普通にあの料理のあれで、はい、ただ低脂肪乳しかなかったけど大丈夫かな。まあ余裕でしょう。余裕ですかね。お、ちょっとこれはつけて冷蔵庫に置いておきます。プニのミルク漬けが完成しました。このシークワーサーとね、ネギを選択したあたりのセンスっていうのはなかなかいいものがある気がしますね。やっぱり沖縄といえばね、うん、シークワーサーですからね。そうだね。多少沖縄食材入れとけば、まあなんとなくそれっぽくなるかな。なるほど。お、こちらのブンブンチョッパー、これはちゃんまりの殿下の宝刀だ。これね、便利なんだよね。便利だよね。手動のミキサーみたいなやつですね。うんうんうん、ネギを、お、はい、みじん切りにしていきます。はいはいはい。よいしょと。せーの。わあわあわあ。すごい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 。おお、すごい綺麗になってるじゃん。いい感じですね。いい感じだよ。はい、タレをね、今からこちらの材料で作っていきます。沖縄料理では使わないものが多いね。例えば鶏ガラとか日本酒。まあでもそういう問題じゃなくない？はい。じゃなくない？いかがな問題なのでしょうか、逆に。
なんかこのタレ普通に美味しそうだね。美味しいよ普通に。プニ。おお、これがプニですね。プニですね。ということで、うん、こいつを今から蒸していきます。ほう、ヌスルーの部分だね。ヌスルーの部分を、ルーは多分なんかおまけみたいな。ほう。ヌスーは無数だよ。なるほどね。臭みを抜くためにしっかりと汁を出す感じだね。そうですね。ちょっと水分取って。うん。ということで蒸していきますけれども、うち蒸し器がないので、うん、ちょっとこちらの寸胴鍋にちょっとお皿で高さ出して蒸していきたいと思います。どうぞ。どうも。肉ですね。レバー、あ、レバーじゃない、クニ。以上です。あとは待ちます。ほう、待ちましょう。はい、何分蒸しますか。まあ、様子見ながらだね。様子見ながらね。はい。完成したとな。そうですね、そろそろ火を止めましょう。よいしょ。おぉ、べーん。おぉ、むしむしですね。普通にうまそうなんだけど。まあ、美味しくはなるはずよ。さあさあ、中身はどうかな。あ、いいですね、火通ってます、ちゃんと。おぉ、いいね。いいですね。うん、ちゃんと火通ってるから大丈夫そうだ、はい、じゃあ、あとは盛り付けます。おということで、はい、ちゃんまりが作ったオーヌプニヌスルーですね。お、食べてみたいと思います。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。どんな感じかな。さあ、どうなんですかね。うん、これはこれでうまい。あ、おいしい。おいしい、よかった。すごいおいしい。これ酒のつまみにいいかも。あー、だね、そんな感じの料理だと。レバーもどうだろう、ちょっと臭み一応取ったけど、うん、臭みは全然ない。あ、よかった、うん、低脂肪乳でも大丈夫だったね。うん、ほんのりした味がついてて、うん、なんでこれ、塩だれ、うん、塩だれと絡んでよろしいですね。あ、よかったです。うん、じゃあこれはもうオーヌプニヌスルーということでよろしいでしょうか。こちら、はい、オーヌプニヌスルーでは、ありません。合ってると思うんだけどな。オーヌプニヌスルはこちらです。じゃじゃん。これ、そう、これプニってついてるさ、うん、フニっていうのが骨のことなんだよ。フニよ、フニ。あ、骨、骨がフニになってて、そうそうそう、そう、ヌはので正解、スルが汁、汁、うん、骨の汁ってこと。骨の汁、うん、あら汁みたいなこと。フニヌスル、そう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 、あの豚のなんかこう豚骨で出汁取って、あのカツオと一緒に。なるほどね。うん、まあカツ、ほとんどカツオの味がするけどな。うん、なんかただの美味しい料理作っただけやな、私これ。まあ本当に美味しい。ありがとう。レバー苦手だよね、確かに。レバー苦手。うん、あ、食べやすいわ。ああ、食べれる、うん、そう、食べやすいんだよ、これなんかね、上手よ。なんか普通にすごいの開発した、私もしかして。かも、もしかしたら牛乳でちゃんと臭み抜いて、うん、あの蒸して、またさらにね、うん、あの水を落としてるから、中の臭みとか、うん、それが良いのかも。あ、美味しいわ、これ。これ普通に食えるよね。はい、ということでね、こちらのチャンバリが作った豚レバーのネギ塩ダレ、はい、もうね、レシピがあったと思うので、ぜひ参考に作ってみてください。普通の美味しいおつまみができます。ということで、また好評だったらやりましょうか。沖縄料理、名前だけで想像して作るシリーズ。これ本当に難しいからね。いや、次はもうちょっと近づけたいな。そうだね、うん、次はイナムドチーでも作ってもらおうかな。イナムドチー、イナムドチー、イナムドゥ、どっちでもいい。難しい、うん、もうそっから難しい、意味わかんない。はい。まあ、またね、沖縄の料理をこうやって紹介していければいいなと思います。はい、ということで以上です。